言葉としては知っている省エネ、いろんなところでそのやり方を学んだり実践している人も多いと思うけど、今回のテーマは一歩進んだ省エネ。ちょっとした意識の持ち方や工夫が効果につながっていくみたい。一緒に考えてみよう。おうちで省エネネクスト。突然だけど日本には四季があるよね。省エネのポイントはその季節、特に暑い夏と寒い冬、自然の光、風、熱を感じてうまく使うことが一歩進んだ省エネにつながっていくんだ。季節ごとの省エネの取り組みポイントってなんだろう。暑い季節の省エネはクールダウン、熱を入れない、熱を発生させない。寒い季節の省エネはウォームアップ、熱を逃がさない、冷気を入れないがポイントになるみたい。暑い季節と寒い季節のポイントは裏表、逆のことをすればいいんだね。省エネアドバイザーの大塚さんにいろいろと教えてもらいながら早速できることを考えてみよう。暑い時期はまずクールダウン、体感温度を下げることだね。着るものを工夫したりいろいろあるけど、外気や風を使って涼しくする方法を紹介するね。朝の時間、外の気温が低い時などは窓を開け、積極的に外の空気を室内に取り込もう。その時家の中をどんな風に風、空気が流れているのかも意識してみよう。ポイントを教えて。まず外気の確認は外の温度と部屋の温度が同時に分かる、こういったものを使うと便利ですよ。風の方向は木々の揺れや簡単な風向計でも分かります。そして窓の開け方はその風の向きを考えて、取り込み側を少し開け、出す側を大きく開けると一気に風が吹き抜けます。また昔からの生活の知恵、体を冷やす効果のある食べ物を食べることで適温でも快適な生活が過ごせるかもしれないよ。次は部屋に熱を入れないこと。熱を入れない方法も日よけやブラインドなどいろいろあるけど、この部屋でちょっと実験してみよう。赤外線サーモカメラで見てみると窓のところが熱くなってるのが一目瞭然だね。カーテンを閉めたらどのくらい熱を遮断できるんだろう。すごい、全然違うね。遮熱カーテンや厚手のカーテンを重ねることで熱を遮断して室内の温度上昇を抑えることができるんだね。まず熱は外側で遮断する、これが最も大切です。したがい緑のカーテンなどは効果が高いんです。そして部屋の中では外側よりちょっと効果が少ないけど、遮熱タイプのカーテン等は有効です。もし部屋が暗くなってしまうときはブラインドなどで明かりを入れるように工夫してください。なるほど、室内の温度を上げない工夫ができればその分エアコンで使用する電力量を抑えることができるんだね。寒い時期には逆に太陽などの暖かい気を逃がさない工夫をすればいいんだね。次は熱を発生させないこと。部屋には熱を多く発生させるものがたくさんあるんだ。例えば炊飯器の保温状態、テレビ、パソコン、電球など熱を外に出しているものはこまめに電源を落とせば節電だけでなく部屋の温度を上昇させないことにもつながるよ。部屋の中には熱を出すものがたくさんあります。炊飯、保温は45度ぐらい、大型テレビ50度 C くらい、白熱電球だとなんと100度 C にもなります。ちょっとした意識の変化が大きな効果につながるってことだね。でも省エネは決して無理はしないこと。熱中症になったら本末転倒。ご自身の体調や年齢と相談することを忘れないでね。大塚さん、
教えてください。健康で快適な省エネ生活を送るにはこのようなことに気配りが大切です。輻射とは壁や天井からじわっと出る熱なんですが、こういったもので知ることができます。ただ省エネをするのではなく、健康に気を使った省エネを進めることが大切。特に熱中症が気になる方は環境省の熱中症予防